張り付いてまでね、まあ、そうそう、アカウントが使えるなら、だってもう多分ね、操作性、操作性的な感じはもうメトロポリスはあるよ。これはまあメトロポリスはもう勘弁しよう、ちゃんとした評価、客観的な評価だ。プレイよりはメトロポリスの操作性っていうかな、なんかやりやすい感じの操作に慣れてるせいなのか、メトロポリスの方があるよ。人よりも進化してるし、しかももうこれ無限臭プンプンするんだけど、来てることは確かなんだ。手鏡とか化粧鏡とかじゃないと思う。時はね、だったら追ってると思うよ。なんか見てなかった。なんか。Ha ha ha!
死んでも来ねえだろ、ロビン。あんまり彼なんて待てよ。自分たちが救助も行かねえのにさ、って発電機しか回さねえようなやつがさ、本当に救助頼んでる。来たもん。何してんだこいつは。重大な番号。ここ来てねえと。邪魔でしかねえおめえよ。マジでムカつくわ今の状況を見てよ。試合状況も見ねえでよ。邪魔でしかねえよ。無限じゃねえかよ、もう次のゲーム。天と雲のとりあえず非常に面白くねえから終わろう。邪魔でしかねえよな。人の発電機の協力は一切せず、ウルレアじゃねえか、一切協力しないの。漏れるとかもひどいレベル、変わんないのかな。ひどいレベル一切協力しないの。マジで。残念だけどもうよ。今度どれ撃たれたか分かるよ。あれ使いたいだけだからロッカー入ってたもん。こっちにしろロッカー入ったもん、ね、あれを使いたいだけだから。いや本当の話よこれ。あの捕まる、捕まってもロッカー入った方がいい。まあロッカーしたらいた方がいい。捕まったら、だったらロッカー、はい、パスとか負けるとかもいいから。回復して、これマジですか。なのでここの俺の発電機の協力一切しない。せめて回すよな。そこにいて俺見かけたら治療してもらおうと思ってる。はって思うよ。発電機触れたらいいじゃん。ここの発電機一緒にだったらやってあげるよ。なんでやりもしねえで声だけ聞こえて終わった瞬間で俺のところに来んだよ。治療しろ治療しろの一点張り。そ
本のトレイルあるんだから治療してらんねえだろって、どっから来るか分かんねえじゃん。ああもうどうでもいいけど、もうどっかに入ってやられるよ。狙ってんの多分これよ。はい、勝てればもう知らないけど、これがやりたい人。もう放置したら放置でいいよ、めんどくさい。もうどっかでやられる。もうカラス魔王がやる。とてもレベルだからもう隠れるだけで踏ん張りでしょう。もうこんな色が黒くて隠れやすいやつが一番困るっつう。言われてこれ使ってる人いたらやばいと思うけどって言ったんだけど、申し訳ないけど一般的に心の変わりもんだよ。レベルモードとかレトロとかビジュアルで使ってますけど、まあどう、まあ、まあしょうがないじゃない。だからそうやなって思うけど、これをビジュアルで使ってますってなって違った意味で一回作ってるけどな。色が見づらいとかそう言ったし、だから隠れやすい。じゃあもうロッカー使ってもロッカー、使ったらむしろロッカー絶対多分ね、あれやりたいんだよ。カラス魔王がなんかロッカーのままさあ。もう早く終わらないやついいんだぜ、こんな試合を。これはもうロッカーで捕まるべきだ。マジで呆れるわ。と思って負けた。捨てようとしたのか、たのかしら。ゲームどうでもいいよ。もう時間かかるよこんなゲームに。何の値打ちがあんのこれ。いや謎に付き合うとしたんじゃなくて、廊下入ろうと思ったら俺がいてどっか行っちゃったらしてた。勝たせてやるけど、モレルにいいけど廊下入った方がいいと思うよ。多分あれやりたい人だと思うよ。意外とつらあのね、つらないっていうかね、あれをワンパイ、ま、なんだ、立ち目めしたい人、なんかの目的があるか知らないけど、立ち目めをしたい人、立ち目めする可能性があるの。だから我慢して待ってる。釣らなかったらもうめんどくせえけど諦めるけど、ね、負けを認めるけど。今のアイテムじゃん。まあ、なんでモレルが隠れて逃げ続けるでしょ。運が悪いんだ。ないやつだったらもう終わってほしいけどな。立ち目釣らえばいいじゃんこんなもん。なんとか立ち目に加えて、どこなんだろうかね。本当に逃げてた。赤い鉄が見えて、鉄筋してるの。パッと変わらない。太郎が見つかる前はどうでもいいけど、多分立ち目に行きたい人かもしれないから、だからロッカーがいい。放置されるキャラ、いらないけど、立ち目も、これもうつまんねえゲーム。遅延行為して何が楽しいの。たまんねえだろ本当に。こういうやつって思うよ。何がしたいのか。これただロッカー入ってるだけ。やられるんだからロッカーでいいの。隠れてるのもあるけど、ロッカーでやられた方がいいの。初めにしたいんだよこれさ。ダブルウルトラレアなんて要するに無限と、あと立ち目でいいんだ。無限立ち目みたいな、なんかよくわかんないけど、何回でも立ち目。その墓石だと、レベルが落ちちゃうんだけど。ああ無限と、例えばどうなるのか、無限と使ってたらどうなるのか知らないけど。赤いやつのもう一個、多分、
あれでしょ、戸籍もヘリーレアとウルレアの違いは言われてみたらよくわかんないですよ。モレルの人がここまで貸したかったら勝たせてあげるけどね、僕も同じ感性でいた方がいいよ。ロッカー入った方がいいよ。あれなら危ないに決まってんだろう。よくあのよく逃げてるのかな。だから言ったじゃん、こうなるって。絶対こうだって。あるか、これしか間に合わねえだろ、もう。マジで驚くレベルだから言ったでしょ、あっちでちゃんと勉強していきゃそうなんだ。立ち目狙い人なん、狙いたい人なの、この人。だから我慢した。で、モレルは、俺が捕まってもモレルはね、あれは多分たまたま隠れると思ったら俺がいたっていうので、あ、そうなんすかってことで逃げていった人だから、俺の位置知らせてやるんじゃないか。うん、モレルだったら別に、3人目やってあげようと思ったけど、うん、俺の位置知らせたら許さねえってなるけど、うん、負けようが勝とうがな、許さねえってなるけど、あれ違うんだよ。逃げようと思ったら、入ってるんだ。気まずいバッティングみたいな。ほら、こう、ただ、墓石とこれの違いがよくわかんない。墓石のこの色違いの意味がわかんない。ああ、到達時間か。ああ、移動速度が遅くなったり3になるための到達時間がものすげえやばいから、なのかなと思うんだけど、わかんねえ。何が違うんだろうって言われても全然やめようかな。何が違うんだろう、DVD のシェイプの宝石。何が違うと言われても、せ、ああ、あのね、増加する量が150%